始まりましたね。はい。はい。いない。はい。明らかに始まりました。月刊花田6月号の、読みどころを、今いない編集長に、はい、ありました。いろいろ解説をしていただきます。はい、紹介させていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。絶好調ですよ。はい。もうこのところ本当にはい、よく売れてます。マルゼンで僕は買ったんですけど、はい、ああそうです、はい、あのこれちゃんと平積み2列、はい、平積み2列なってましたね。隣に類似が1列でした、はい、私も言ってました。はい、はいはい、だいたい倍ぐらい売れてます。倍ぐらい売れてます、はい、そうですよね、はいはい、あとこれですね、この増刊、はい、これがね本当に面白いですよこれ、はい、朝日新聞がいかに昔からダメだったか、昔から同じようなことを繰り返してきたか、ずっと繰り返してるか、はい、もう徹底的に書いてますん で、はい、で昔の諸君に、掲載された名論文なんかもですね、はい、そうですね、再録してまして、はい、番犬巨に吠える教科書問題とかですね、はい、多分あのタイトルぐらい聞いたことがあると思うんですけど、ね、読んだことがないという方も多いと思うんですがね、はい、番犬巨に吠えるも面白いですよ。面白いですね、うん、今月もだからもう朝日特集でですね、はい、この新聞広告もあのまたにあるようにですね、はい、おかげさまで創刊2周年、はい、今月も朝日と全力で戦います。開き直ってます。これをですね、ダメだと言ってくるところあるかなと思ったんですけど、結局最終的には大体みんな大丈夫になりました、はい、この朝日新聞総力大特集、朝日新聞は正気かと、はい、ね、正気かと、はい、これをダメだっていうのがありまして、これ愛媛新聞、あ、そうなんですか、うん、あと毎日新聞も初めダメだって言ってたんで、はい、愛媛新聞は最後までダメでですね、はい、朝日新聞は、丸木か、丸丸か、あ、丸丸丸か、なるほど、なるほどね、になりましたね、はい、言論の自由もクソもないですね、うん、だから狂気がダメとか、そう、もう表現が何もできなくなってしまいますよね、うん、そうなんです、そうなんです、はい、月刊花田でですね、はい、今度サイトをオープンしましたからね、ぜひ見てください、はい、これで私のインタビューとかですね、はい、今度私がプチ暴論っていうですね、はい、ちっちゃなコラボですね。プチ暴論っていうですね、はい、天下の暴論じゃなく、はい、天下の暴論、プチ暴論っていうのをやってますから、はい、それも土日はちょっとでやってないですけど、はい、あとは毎日やろうと思ってますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。プチ暴論、はい。